ドカン。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールームのコーナーです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム DJ のマッキーです。今日もユナイテッドを一緒に応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動、応援メッセージお待ちしています。さて、鹿児島ユナイテッド FC 前節アウェーで首位 FC 岐阜と戦いました。首位相手にね、前半からペース鹿児島だったと思いませんか皆さんね。ポゼッション率も高くてシュート数も圧倒していたんですが、勝利の女神なかなか微笑んでくれません。後半ですが、オフサイド判定ではという雰囲気、意見も飛び交う中、相手フォワードに得点を奪われまして、0対1、悔しい悔しい敗戦を喫してしまいました。いいサッカーもできてるし、いいトレーニングもできているのにというね、一番なんでなんだろうというもどかしさがあるのは選手だと思います。もちろんサポーターの皆さんもね、考えることいろいろあるかと思いますけれども、いつもね、このスポーツプラスにやっぱり勝つとメッセージが増えるんですけど、最近ね、公式 LINE もなかなかね、あの応援メッセージがちょっと滞っておりますので、皆さんぜひね、応援メッセージ、勝つでもいいと思うんです、ご意見でもいいです、どしどしお寄せいただきたいなと思います。今週はですね、マスコミへのトレーニング公開日の日は、ゴール前ですね、アタッキングサードの対応とかトレーニングを中心に実施をしていました。で、その後の会見で印象的だったのが、大島監督がですね、グスタボ選手のことを話してたんですけれども、まあ、後半から前節もグスタボ選手投入してましたけれども、また高さもありますし、インサイドからの攻撃なんか、こう攻撃のこうバリエーションがすごく豊富なんですね。なので、そう考えると、こっからね、いろんな形で攻撃の幅が広がっていって、何かこうきっかけがあったらポンポンと取れるんではないかなって思ったりもするんですよ。さあ、今日はね、この苦しい時だからこそ、この方の声が聞きたい、この方どう思ってるんだろう、そんな風に考えまして、チームサイコさんの堀陵純喜選手のインタビューをお送りします。ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールーム。さあ、今日はですね、どうしてもこのタイミングでこの方にお話を聞きたいと思ってお願いさせていただきました。では自己紹介お願いします。はい、背番号11番、堀陵純喜です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おーす。もうこのタイミングは堀陵選手しかいないと思って、そうなんですか、お願いさせていただきました。いろいろいいですか、聞かせていただいて。はい、はい、ちょっと考えさせてください。さあ、まずは試合の振り返りからいきたいと思います。前節アウェーで明治安田生命 J3 リーグ第13節戦いました。鹿児島ユナイテッド FC 対 FC 岐阜戦、0対1での敗戦となりました。とっても悔しい敗戦だったかと思いますけれども、まずは堀陵選手、この岐阜戦振り返っていただいてもいいですか。そうですね、まあ入りも悪くなくて、で、まあ、前半は正直自分たちの内容というか、本当に相手のやりたいことをやらせなかった試合だったと思うので、まあ、そこで1点でも2点でも入ってれば、まあ、そのたらればですけど展開も違っただろうし、まあ、で逆に言うと、その後半相手にその1本のチャンスを沈められて、まあ、負けてしまった形なんで、まあ、相手のこう思うような展開にさせてしまったのかなっていうのと、まあ、本当に1本でも決まってれば僕らの試合になったんじゃないかなっていう、本当に悔しい敗戦ですね。前半からすごくポゼッションも取れてたし、シュート数も多かったし、本当にいい形だなと思っていたんですけれども、やっぱりこっちが先制していれば絶対に勝てた試合だったんじゃないかなっていう印象はありました。一番の今の課題ってどんなところですか？はい、やっぱ今言ったように、本当決めるところを決めるっていうのが、まあ、一番だとは思うんですけど、そうですね、そこに尽きるって言ってしまえば、なんか もっと課題あるんじゃないかっていう声もあるかもしれないですけど、でも本当に守備陣がよく頑張ってくれてた分、攻撃陣としてはやっぱ点を決めれなかったっていうのは一番の反省点かなっていうのは思います。なかなかその得点っていうところでは、さっきあの会見でもグスタボ選手にもいろいろお話聞いたんですけれども、やっぱり一生懸命トレーニングではやってるわけじゃないですか、日々、はいはい、その中でやっぱりその結果がこう出てこないともどかしいところもあると思うんだけれども、今こう攻撃陣としてはこうどんな思いで試合戦ってるんですか。まあ、やっぱり本当に守備陣を助けたいっていう思いがみんなあると思うし、はい、で、まあ、
なんか攻撃陣に関わらず、まあ、あの J2 昇格した年とかも、あの本当にどのポジションが点を取るか分かんないみたいな、もう一番点取ってる人で5点で、結局みんながほとんどバランスよく点取って昇格したじゃないですか、はい、やっぱああなる、ああいうそういう得点者がいろんなやつが出てくるっていうのが一番こう相手にとっては脅威だなと思うんで、まあ、今のところレイがちょっとぶっちぎってチーム内で得点をですけど、はい、やっぱそこにこうみんながこう追いついていかないといけないのかなと思うんで、まあ、僕はまだゼロなんでちょっとちょっと焦ってるというか早くチームの助けになるような一点を取りたいなと思ってます。やっぱりゴリオ選手としても得点はご自身としては取りたいなって思って、はい、すごい強いんじゃないですか。そうですね、本当に今もうなんて言うんだろう、新しい選手たちがこう点取っていくことで多分その、まあ、連勝だったりそういう勝つこう流れっていうのは引き寄せられると思うんですね。まあやっぱもちろんレイが点を重ねるっていうのも大事なんですけど、うん、やっぱりいろんな選手が点取ることでよりチームのその活力がこう湧いてくるというか、まあ、優勝っていうかまあ昇格にどんどん近づくのはそれなんじゃないかなと思ってるんで、早く決めたいですね。今日はまああの練習を見ているとチーム分けしてあったんですけど、このアタッキングサードの部分、はい、の練習とか攻撃の部分の練習本当にたくさんされてるなって印象があったんですが、やっぱり得点ポンと取るとなんかポンポンっていきそうな気もするんだけどなって気がしていて、はいはい、うん、そうなんですよ ね、そうならないといけないですけどね。そうですね、はい、それが多分まあ選手の中では前節の岐阜戦っていうのはきっとターニングポイントになるべきと思っていたと思うので、すごく悔しかったと思うんですけれども、はい、岐阜戦やっぱり選手の終わった後の表情っていうのはすごく印象的で、すごく悔しそうだったじゃないですか、はい、やっぱりかける思いっていうのは大きかったんですか。もちろん全部の試合が大事なんですけど、その中でもやっぱりこう上位、自分たちより上にいるチームと対戦っていうのは差を縮めるチャンスなので、まあ、やっぱり本当にみんなかける思いも違いましたし、うん、まあ本当悔しいですよね。だから 上に負けると差がどんどん開いていっちゃうんで、うん、その悔しさがすごく伝わってきた試合だったなって思うので、はい、多分きっと切り替えて次の試合は絶対勝ってくれるだろうなと信じているんですけれども、はいはい、ゴリオ選手はやっぱりチーム最高産で今までずっと鹿児島のいいところ、はい、悪いところいろいろ見てきたと思うんですけれども、はい、今この苦しい状況で鹿児島に何が足りないって思いますか。まあなんだろうな、別にチームの雰囲気が悪いわけでもないですし、本当に一試合一試合そのいい状態で臨んでるっていうのは思うんですけど、やっぱりもう本当さっき言ったように、まあ、新しい選手なり、まあ、僕サイコさんの僕もしくは、まあ、一番最年長のシャケさんのゴールだったりとかっていうなんかこうきっかけになるようななんかこうものが必要なのかなっていうのは思いますけど、すごいなんか抽象的っていうかなんかふわっとしてる言い方なんですけど、まあ、本当に自分たちでも今何かこう何が足りないんだろうっていうぐらいこういいサッカーもできてきてると思ってるんで、本当にそれ何か一つのきっかけかなと思うんで、それがこう自分のゴールでそれがきっかけになればいいなと思ってるんで、次しっかり取りたいなっていう気持ちです。本当そうなんですね。いい選手もたくさんいて、いい練習もできていて、はい、いいサッカーができてるから、はい、何かこう、ね、こうきっかけとなる、盛り上がるきっかけとなるゴールっていうのが、はい、なんかこう、来るんでしょうね、こっからね。まあ、やっぱなんか上がった年もそうですけど、やっぱりこう、思い出に残るゴールが結構いくつかあるじゃないですか、やっぱり。ありました、ありました。そういうゴールがやっぱ増えてくると、もうチームとしてもそうだし、鹿児島としても、もう県全体的に、こう、昇格に向けてグッてこう近づいていくんじゃないかなと思ってるんで、そういうゴールを決めたいなっていう、まあ、もしくはもう誰でもいいんですけど、本当にもうそういうきっかけになるようなゴールが必要だなと思うんですね。本当そうですね。さあではまた後ほど、次もアウェー戦になるんですけれども、今治戦に向けては後ほどお話を聞きますが、はい、ここで今日もやります劇場、あ間違えたあ、噛んだ、あ噛むよ、心を許しすぎてんだよきっとねまあ緊張はしないだろうですからね、もう間違いなく。もう一回行きます。はい。激闘クエスチョン。よいしょ。今度は言えたよ、ちゃんと。はい。1分間質問をパス
し続けます。ワンタッチパスでアグレッシブにお答えいただきたいと思います。了解です。はい、じゃあ今日も行きます。レッツハードワーク。ハードワーク。ニックネームを教えてください。これ前もやったの。純喜。純喜さん、はい、鹿児島ユナイテッド FC 今何年目ですか？7年目です。7年目。はい、今一番何をしてる時が幸せですか？子供と遊んでる時です。ズバリ自分はいいパパだと思う。言いづら。イエス、イエスにしておきます。もうでしょうでしょう。はい、メンタルは強い方だ。まあイエスです。気分転換方法を教えてください。まあ本当家族でどっか行く、まあカフェなりなんなりどこでもいいですけど、それが気分転換です。好きな食べ物は？餃子。なんで笑うんすか？いやいや、餃子っぽいなと思って。なっぽい。餃子っぽい。奥さんの一番好きなところはどこ？なんて言うんだろうな、難しいな。好きなところ。優しいっていうか、すごいこう自分をよく理解してくれてて、多分他の人だったらその行動どうなのって思うところも、なんか多分自分を理解してくれてるから多めに見てくれたりとか、すごいこうそういう優しさがありますね。でも厳しいところは厳しいし。じゃあ最後サポーターに一言お願いします。まだまだ紗友子さんとして頑張ります。ありがとうございます。力強い。そっか、奥さんの一番好きなところは自分を理解して優しく接してくれるところなんですね。そうですね、本当にありがたいと思ってます。本当に素敵だね。捨てられてんだろうなと思って。気分転換とか何をしてる時が幸せとか、いつも家族なんですね。なんかね、堀尾選手の中で、ね、やっぱそこが癒しというか、そこがないともう無理ですね。かけがえのない存在ですね。はい、間違いないです。そうですね。じゃあ家族のためにもまた頑張ってくださいね。はい、頑張ります。さあ、それではやはり岐阜戦から次の試合にかける思いっていうのは、多分この練習でかなりまたチェンジしてマインドを変えてきてると思うんですけれども、次節もアウェーになります。明治安田生命 J3 リーグ第14節 FC 今治戦ですが、堀尾選手の中でこの1週間特に強化していきたいなと考えているところはどこですか？やっぱり前節あんだけ前半とかに押し込んだ形で点を取れなかったっていうところが一番の反省点だと思うんで、まあ、前半のうちにしっかりと点数を取って、でまあ守備も無失点で終えるっていう形で今治を終えることができたら、またその次の富山っていうところにもつながっていくと思うので、そこを目標にやっていきたいなと思います。ちょっと雰囲気が変わりそうな気がするんですけど、なんだろう、なんか変えてくれそうな気がして。いや、変えないといけないんで、本当に、はい、変えます。変えましょう、はい、みんなモチベーションはもちろん高いんで、うんうん、その中で本当に何かきっかけになるゴールっていうのを自分がしっかり決めれるように頑張ります。監督が変わってから今も1ヶ月ぐらいになりますが、監督変わって本当に大変な1ヶ月だったと思うんですね。はい、その中で堀尾選手が本当にあの表情から、そして声を出したりとか、いろいろな部分ですごいチームを引っ張ってるなっていうのを、あの映像からで見てもすごく思ったんですよ。田上さんとも話してたんですけど、はいはい、うん、なんかそういうこう、やはりチームのためにっていう堀尾選手の気持ちはすごく伝わってるので、うん、プレーでもしっかり見せれるようにっていうのは頑張ります。堀尾選手の存在はチームにはすごく大きいので頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、じゃあ最後にユナイテッドリクエスト、ユナリクです。うん、まあこれも結構1年ぐらい前かな、はい、好きになって聞いてるんですけど、あの占いの番組あるの分かります？ああ、分かります、分かります、分かります。それで毎回こう流れるやつがあって、うん、めっちゃ好きなんですよ、それが。あ、そうなんだ。占い、ちなみに堀尾選手は気にする方？僕は全然気にしないですけど、あの奥さんがめちゃくちゃ好きで占い。そうなんだ。だからその影響 で占いあんま僕信じなかったですけど、うん、その番組に出てる占い師の人がマジ本当にすごくて、へえ。だからなんかその番組だけは僕もなんかちょっと見ちゃってるんですけど。いきますか、 DJ 純喜。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、はい、じゃあちょっとかっこよく曲紹介を。了解です、お願いいたします。どうぞ。エビスビーツでいい時間。
はい、今日はチームの最高さんです、五稜純喜選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。